埼玉県大宮の鈴木歯科医院です。メール相談でですね、マイクロスコープで、根っこの治療の、ついでに保険治療はしていますかという質問なんですが、確かにここ数年マイクロスコープっていうのがすごく高いんですけども、業者としてはですね、あのマイクロスコープ買いませんかっていうので何百万もするんですけども、天井から吊るすようなタイプで顕微鏡みたいにもう本当にこうすごい機械ですね。もちろんあの天井とか壁付けされてないで、ただ単に移動式で、とにかくもうこう顕微鏡でこう見ながら患者さんの口の中がこういう姿勢なんだけど見えるようになってて、思いっきり拡大されて、見える、あのマイクロスコープと逆にメガネがこういうので、ここにこうただ単にあのちょっとしたレンズがついてるのは、あれはルーペです。ルーペ、ルーペとマイクロスコープを勘違いしないようにしてください。マイクロスコープでこう根っこの中を治療してっていう先生いますね。あのすごく熱心で、あのまあそういう治療してますよっていうのはだんだん増えていますね。あの簡単にホームページで、インターネット検索すれば、スマホでマイクロスコープ、歯科医院ってやれば、あのそれでいて地域名でも入れれば簡単に、マイクロスコープ当院では使っていますなんていう、医院が出てきますね。基本的には根っこの治療っていうのは保険診療です。マイクロスコープ使ってもまあ保険診療普通に、僕は病院で、根の、治療とかもやっていましたけども、普通に保険診療で、何やってもまあ根の治療は保険診療ですから保険診療ですね。まあ何か疑問があれば、歯科医師会の方に、聞いてみてください。普通に保険診療ですよと言われるはずですね。で、当院にはマイクロスコープないです。そうだ、忘れていました。当院ではマイクロスコープは持ってません。あの普通にあの根っこの中をこう針のような道具で診療するっていうのが昔からのスタイルですね。どこの院もそういうことが多いです。マイクロスコープ使ったとしても、根の治療はそうやって、針のようなのを使ったり、あとは機械切削って言って、あの機械みたいなのを使ってやる先生もいますけども、まああの根の中であのチタンのそういう機械がですね、針が折れちゃったりすることがあるんで、そういう危険性があるんで僕はあまり、使いたくないですね。そういった時にはまた根の中の、針が取れなくなってしまうなんていうことがあって、それを除去依頼で病院で依頼されてた、逆にそっち側の方だったんで、あれは取るの大変ですから、やりたくないなという、折れたら嫌だなということで、やっていませんね。だからマイクロスコープとかは扱っていません。普通に根の治療は保険治療です。